はい、画業30周年の個展ですね。こちらはね、四季の鳥のシリーズの1枚ですね。オナガとイチョウ、こちらが四重花の凶竹桃という凶竹桃ですよね。ちょっとスポットライトが入っちゃいますけど、四重花ですけど、四重花のね、ちょっと緑よかった、ウイス色っていうか、ちょっとね、その緑とピンク色の凶竹桃がちょっと補色っぽくていい感じですけども、こちらはね、四重花蝶じゃないやって凶竹桃、凶竹桃って広島市か県のお花じゃないですかね。夏に咲くやつですね。こちらもその夏四季の鳥のやつ、夏ですよね。四重花と凶竹桃という作品でした。